キャサリン・エリザベス・ハドソンは、ケイティ・ペリーの芸名で知られるアメリカ合衆国の歌手、ソングライターである。カリフォルニア州サンタバーバラで、キャサリン・エリザベス・ハドソンとして生まれた。牧師の両親の2番目の子供として生まれ、姉と弟がいる。子供の頃は、サンタバーバラのレクリエーションホールでダンスを学び、プロのダンサーに指導を受け、スイング、リンリーホップ、ジルバを学ぶ。 15歳の時にロックバンドクイーンの名曲、キラークイーンを聴き、音楽の道へ進むことを決意した。子供時代に、教会で歌い、10代で、ゴスペル音楽のキャリアへ進んだ。レッドヒルレコードと契約し、2001年に、本名ケイティ・ハドソン名義で、デビュースタジオアルバム、ケイティ・ハドソンを発売したが、商業的には成功しなかった。彼女は翌年、 ロサンゼルスに移り、レッドヒルが事業を辞めた後、世俗音楽に挑戦した。その後、音楽プロデューサーのグレンバラード、ドクター・ルーク、マックス・マーティンと仕事を始め、芸名をケイティ・ペリーとして、2007年4月にキャピトルレコードとレコード契約を結んだ。2008年にシングル、キス・ア・ガールとホットコールドを含むポップロック要素を持つ2枚目のアルバム。 One of the Boys を発売し知名度が上がる。3枚目のアルバム、テ e ー n Age Dream は、ディスコの要素を持ち、ビルボードホット100で首位を獲得した、カリフォルニア Girls, ィ e ン n Age Dream, Firework, E.T., Last Friday Night 最高3位を記録した、One That Got Away を含む。このアルバムは、マイケル・ジャクソンが、 バッドで達成した同一アルバムからの全米チャート1位、獲得5曲の記録に並び、女性アーティストとして、初の快挙となった。2012年3月、再発版、ティーンエイジドリームコンプリートコンフェクションを発売し、パートオブミーとワイドアウェイクの2曲を発表。2013年にポップと、 ダンスに影響を受けた4枚目のアルバム、プリズムを発売。彼女を、リボで10億回の再生回数を達成した、最初のアーティストに押し上げた、曲、ロアー最強がある宣言。と、ダークホースフィーチャリングジューシー J を含んでいる。2017年に5枚目のアルバム、ウィットネスを発売。2006年に、アメリカのバンド、ジムクラスヒーローズの楽曲、 キューピッツチョークホールドのミュージックビデオに出演したことがきっかけとなり、翌年より同バンドのボーカリスト、トラビー・マッコイと交際を開始する。二人はかなり親密な関係にまで発展したが、2008年12月に破局した。2009年よりイギリスのコメディアン・ラッセル・ブランドと交際。フェンディのショーにツーショットで現れるなどし、 MTV ヨーロッパビデオミュージックアワードの司会を務めた際には、ラッセルが大ファンであるウエストハムユナイテッド FC のチームカラーに、ラスティとラッセルの名前の入った衣装を披露。2010年1月に婚約を発表し、同年10月23日にインドで結婚した。夫のラッセルブランドが英国人であることから、イギリス国籍も取得するつもりだったという。 2011年12月裁判所に離婚調停を申し込み2012年2月正式に離婚。その後ジョン・メイヤーとの交際を経て、2016年ゴールデングローブ賞受賞式の関連パーティーをきっかけにオーランド・ブルームと交際を開始するも、2017年3月に双方の代理人より破局が発表されたが、2018年9月にモナコで開催された。 グローバルオーシャンにオーランドと共にチャリティ柄として出席した。二人で仲良く、レッドカーペットを歩き、公共の場で復縁したことを公表した。2019年2月15日に、自身のインスタグラムに花をかたどった婚約指輪と、オーランドの写真をアップし、婚約を公表した。ツイッターフォロワー数は1.1億人を超えており、バラク・オバマ、ジャスティン・ビーバーに次3位である。 3月5日に最新曲 Never on White をリリースし、同時に公開したミュージックビデオの中で妊娠を発表した。2020年8月26日、ジョジオ出産。ペリーはセックスシンボルとみなされている。GQ は彼女を完全に男性のファンタジーと書いているのに対し、L は彼女の体をまるで10代の少年が描くようなと表現している。 バイスは真面目なポップスター、女性、セックスシンボルと表現した。彼女は2010年にマクシムのホット100の1位に世界で最も美しい女性として選ばれた。メンズヘルスは彼女を2013年の最もセクシーな女性に選んだ。2010年11月、ペリーはハーパーズバザーに対して彼女が彼女の姿を誇りを思い、 満足していると話した。ペリーのファッションには、ユーモア、鮮やかな色、食品関連のテーマ、例えばペインティング、スパーティングドレスなどが組み込まれている。防具は彼女を、どんな分野でも凶悪なものや極端なものから、恥ずかしがるようなことは、決してないと書く一方で、グラマーは彼女を、クワークの女王と名付けた。2009年2月、ペリーは、セブンティーンに、 自分のスタイルをいろいろなものを組み合わせたものであると語り、彼女が彼女の服にユーマを盛り込んだと述べた。彼女はファッションのために自分自身を多重人格と表現している。ペリーはグウェン・ステファニー、シャーリー・マンソン、クロエ・セビニー、ダフネ・ギネス、ナタリー・ポートマン、架空の人物ロリータをスタイルアイコンとして挙げている。ソーシャルメディアでは 2013年11月にペリーはジャスティン・ビーバーのツイッターフォロワー数を上回った。2015年にはツイッターフォロワー数が最も多い人物としてギネス世界記録に認定された。2017年6月にフォロワー数が1億人を突破した。フォーブスの著述家ドロシー・ポメランツはペリーのソーシャルメディアの使用法を称賛し、ペリーはツイッターをうまく使い、 ファンと話したり、面白い写真やビデオをペリーが最高の友達だと感じるように共有しているとコメントした。ビルボードのキース・コーフィールドは、彼女が、彼女の魅力的なケイティキャッツとの間で絶大な人気を誇っているが、同じ目線でのやり取りをする稀な有名人と述べている。2011年、4400万ドルの収益を上げ、経済誌 フォーブスによる最も稼いでいる音楽界の女性リストの3位。2012年は4500万ドルで5位に入った。2013年に3900万ドルで7位。2014年は2500万ドルで5位。2015年は1億3500万ドルで最も稼いでいる音楽界の女性リストと、世界で最も稼いでいるミュージシャンランキングの1位になり、 2015年で最も有名な女性有名人としてフォーブスセレブリティ100の3位に入った。この雑誌は2016年に純資産が1億2500万ドルであると推定し収入が4100万ドルで音楽界で最も高収入な女性リストの6位に選んでいる。またケイティは4つのギネス世界記録の他に 多くの賞を獲得しており、ブリッドアワードや受賞賞を受賞している。そして、経済誌、フォーブスによる最も稼ぐ音楽界の女性リストに含まれている。2016年の推定純資産は1億2500万ドル。彼女は世界で最も商業的に成功している音楽アーティストの一人である。映画では2012年に自助伝ドキュメンタリー、 ケイティペリーのパートオブミー、2011年にスマーフェット役で、スマーフ、2013年にその続編、スマーフにアイドル救出大作戦に声優として出演している。2012年、ありがとうございます。